読売テレビさん。はい、読売テレビの先生です。はい、お願いします。本日午後からの大阪ヘルスケアパビリオンの展示発表会が実施されます。はい。万国半年前も間もなくですが、イベントの期待感や注目されている展示物などあれば教えてください。うん、そうですね、ヘルスケアパビリオンはもう200日を切りまして、徐々にいろんなイベントやパビリオンの詳細が今発表されているところですが、大阪ヘルスケアパビリオンはですね、体は一つ、そして未来は無限、というのを経験していただく、こうリボーン体験であったり、これも25年後の自身のアバターと出会えるというですね、非常にこう実際行われたら非常に話題性が出るんじゃないかなと思ってます。私自身もぜひ体験したいと思ってますし、動く心臓モデルであったり、そして XD ホールの方ではカプコンさんがですね、モンスターハンターを利用というか用いた素晴らしいこうビジュアルとサウンドの空間を演出していただきますので、どれがというともうキリがないんですけども、ぜひヘルスケアパビリオンもその一つでもすごく たくさんの様子を楽しんでいただけると思うので、ぜひ皆さんにはお楽しみにいただきたいと思います。次の質問をお送りします。他に質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。では終了です。